こんにちは、三角です。今日はよくご質問をいただくこの半寿番について解説をしていきたいと思います。まずこの半寿番のやり方は、私の着付けの先生でもあり、着物スタイリストの友之助帯ちゃんに教えていただいたやり方なんですけれども、まあノースリーブですね。こうだから肌着ですかとかよく質問されるんですけど、こういう状態で脇も開いてます。でこれについては、これがいいかなっていうのを楽天で買って、そこのリンクを私プロフィールに一応貼ってるんですけど、2つくらい、そしてほら買ったら袖がついてますとか言われて、どうやって分解してますかっていうご質問がいろいろありましたので、ちょっと動画で簡単に説明したいと思っております。まず袖を取りますね。はい、これが買ったやつ、お袖ついてる、筒袖ついてる。で前はこんな感じで、後ろもこっちのタイプは紐がついててくれますね、親切。こちらを普通に切っていきます。では切っていきたいと思います。まずお袖と脇取ります。じゃあ脇から切りますか。ここ別にね、難しいことはないので、普通にジョキジョキ。よいしょ。よし、脇からお袖取れました。反対側もやっていきましょう。脇のところをチョキチョキ、あ、チョキっと。で、切れ目を入れると普通に裂けていくので、もう引っ張っちゃえば大丈夫です。これでノースリーブのパン襟ができました。この半寿番は親切なことに後ろに紐がついてます。これこのまま使ってもいいんですけど、この紐の位置によって衣紋がどれぐらい抜けるかというのが決まるらしいので、もともとついていた紐は取っちゃおうと思います。取れてまっさらな半襟になりました。はい、それで今切った状態がここですね。かけてみるとこういう感じで、ノースリーブの半襟出来上がりました。でここからもう一歩ありまして、でこの先は、紐をつけていきます。さっきもともと背中についてましたけれども、自分の体に合わせた方が調整しやすいのかなと思いますので、自分で紐をつけます。紐をつける位置は、まあこの背中に2箇所つけるのと、前も、まあ、つけなくても別にいいんですけど、前がこうここ止めるように2本つけます。紐は着物賢者の技として包帯を使うのがいいそうです。ダイソーで売ってる包帯が一番いい。でもこれね、多分ダイソーで買ってない、どっかちゃんと薬局で買ったな。まあ包帯なら何でもいいと思います。伸びるから苦しくないってことなんですかね。でこちらを長さが、どうだろう、肩幅ぐらいでいいのではないでしょうか。ちょっと今度先生をお招きして、きちんとした理論に基づいたやり方を教わろうと思いますが、とりあえず今私が雑にやってるやり方をご紹介させてください。切りました。で同じ長さにもう一本チョキン、全部で4本ですね、包帯が取れました。で続きまして、この包帯の端っこに安全ピンをつけていきます。こんな感じで、でもう一本も安全ピンをつけました。これを背中につけるんですが、エモンをどれぐらい抜きたいかによりますね。で私はいつもだいたい拳1個分よりは大きいですね。結構広めに抜きたいので、だったらこの位置かなっていうところをつまんで、ちょっと持ってきて、さっきの止めます。止めるだけですね。で、はい、1本さっきつけました。じゃあ同じ高さに、なんかこれ紐をちぎった跡があるから分かりやすいですね。こ
この辺かな。同じ高さにもう1本の、包帯もつけます。はい、これで背中に2本包帯つきました。はい、これで背中に包帯がついておりますね。なのでこれを後ろの紐をですね、さっきつけた包帯をこう前で体に巻きつけると、でそれで紋が抜けるみたいですね。で後輪ベルトをつける位置、この辺ですかね。でこれを後輪ベルトで留めてもいいですけど、後輪の金具が痛くて嫌なので、ここにもここにもですね、こことここに、安全ピンで包帯をつけておくと楽です。この辺かな、つけました。もう一本の包帯もつけます。位置は確認、同じ位置につけないとずれちゃうので、ここについてるからここ決めたら刺します。で紐がついているので、これで決めたら OK。そんなわけで半襦袢できました。で実際着物を着るときにはこういう襟芯をですね入れます。半襦袢の場合も半襟つけなくても襟を入れるところがあるのが多いみたい。こうやって襟芯をつけてピシッとした襟にします。そして私の場合はこれに安全ピンで半襟をつけております。つけ終わったものがこちら。大変雑なんで恐縮なんですけれども、これ外側、これ内側、肌に触れる方はちょっと端っこをきちんと折って安全ピンで留めています。こう衣紋をね覗いた時に見えちゃいますので、まあ覗くのはちょっと良くないんでやらないと思いますけど。はい、そんなわけで今日はご質問の多い半襦袢の分解についてやらせていただきました。もうちょっと理論的な細かい話もぜひ専門家をお呼びしてまたやりたいと思いますので、よろしかったらチャンネル登録でお待ちください。そしてよかったらいいねボタンも押していただけると幸いです。それではまたお会いいたしましょう。ありがとうございました。